中国や韓国では大雨の予想となっています。そして日本も3連休は大雨に厳重警戒です。まずは雲の様子から見ていきましょう。最新の雲の様子見ていきますと、日本付近ですね、こちらはですね、はい、前線の雲がこのように広がっているような状況となっています。このためですね、東日本方面大気の状態不安定となっていますけれども、南の方に目をやりますと、ちょうどこの雲のないエリア、ここが高気圧、太平洋高気圧、そして現在台風14号がこのように東シナ海を進んでいるような状況となっています。で、この後ですね、この秋雨前線とこの台風に伴う雲、そしてこの台風の南側、こちらにも注目をしてください。雲がずらっとこう並んでいまして、特にフィリピンの東の海上、このエリアで雲が多数発生しているような状況となっています。湿った空気が集まっていまして、こういった湿った空気がこの後北の方へと北上してくる、そして前線付近に流れ込んでくる予想となっているんですね。風の予想ですね、少し見ていきましょう。こちらご覧いただいているのは21日土曜日ですので、あさっての予想ということになります。日本付近ですね、ちょうどこう北寄りの風とそして南寄りの風がこうぶつかる形で、前線がこのように形成をされています。このような形で前線が形成されるわけですけれども、この前線に向かってですね、南から湿った空気がどん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 と流れ込んでくるような形です。先ほどですね、あのフィリピンの東の海上、雲の塊がありましたけれども、ああいったところの非常に湿った空気がまた長い距離をこう吹き渡ってくることで、大量の水蒸気を運ぶということになります。そして現在ですね、発生しています台風14号ですね、これがですね、この後中国大陸の方に進みまして、熱帯低気圧に変わるという予想となっていますけれども、ただ熱帯低気圧に変わった後も大量の水蒸気を持っていますので、この台風14号もですね、14号もこの秋雨前線に湿った空気を送り込むというような形となります。天気図で今度は見ていきましょう。ご覧いただいているのが22日日曜日の天気図ということになります。秋雨前線がちょうど本州付近に停滞する形となっています。先ほどお伝えしましたように、台風14号からですね、熱帯低気圧に変わった湿った空気が流れ込む影響、また南海上からですね、フィリピンの東海上の方から湿った空気が流れ込む影響で、この秋雨前線の活動が非常に活発ということになりそうです。この影響で特に21日そして22日は西日本や北陸エリアを中心に大雨、また周辺の韓国、中国でも降水量が多くなってくる予想となっています。まずは周辺のエリアのですね、降水量の予想を見ていきますと、こちらがですね、このあと7日間に予想される降水量が1ヶ月の降水量と比べたときにどれくらいかというものを示したものということになります。韓国ですとか、あとは中国の東部、こちら見ていきますと、このように緑もしくは青の表示となっているところがあります。この青の表示というのは、平年の1ヶ月分以上の降水量がこのあと7日間で予想されるということになりますので、集中的にですね、このあと雨が降るということになります。場所によっては 160% よりも多いということですので、平年の 1ヶ月の平年の 1.5 倍くらいの雨がこのあと降るようなところですね、中国そして韓国と予想されています。そしてこういった大雨をもたらす雲がですね、この後日本付近にやってきます。この後の雨雲の予想を見ていきましょう。今日の15時から見ていきますと、こちらがですね、前線に伴う雲ということになります。こちらが台風14号の雲ということになります。この後時間を進めて見ていきますと、特に注意をしていただきたいのが21日からです。このように
明日もですね、もう秋雨前線の活動すでに活発となりまして、東北地方大雨となってくる可能性がありますけれども、はい、このように中国の東部、そして韓国と、このように大雨の予想となっています。これ明日の予想です。さらにこの後進めて見ていきますと、明後日に入りますと、この中国や韓国に大雨をもたらします雨雲が日本付近に近づいてくるんですね。これが21日12時ということで、これは土曜日のお昼頃の予想となっています。このように前線付近ですね、活発な雨雲ですね、こちらの方が予想されていまして、周辺かなりですね、雨雲が発達をする予想となっています。この前線がこの後気圧の谷の南下と南の高気圧が後退することによって次第に南下をしてくるんですね。22日までに予想される降水量を確認していきましょう。はい、こちらは明日の0時から23日月曜日の0時までに予想される降水量となっています。これを見ていきますと、オレンジの表示が広く広がっています。東北地方から東日本、西日本の日本海側のエリアを中心に200ミリ以上の降水量、場所によっては300ミリを超える降水量となっています。元日に大きな地震が発生しました能登半島周辺でも、こちらも大雨となってくる予想となっています。もう一点注意をいただきたいのが、数シミュレーションをベースに考えますと、このように日本海側中心の大雨となりますけれども、このエリアだけではないんですね。この前線に向かってですね、この前線に向かって湿った空気がどんどんと流れ込んでくる影響で、この湿った空気が集まるエリア、こういったエリアでも大雨となってくる可能性があります。場合によっては線状降水帯のような、こう激しい活発なですね、雨雲が形成されまして、断続的に流れ込んでくる恐れもあります。ですので、この後はですね、22日頃にかけては日本海側だけではなく、西日本、日本海側エリア以外のところでも、この後大雨に厳重警戒いただきたいと思います。ぜひ最新の情報確認をしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリで確認いただきます。